一応ネタリスは勇ましく剣を片手に不思議の国いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは周りの奥罪人の横に閉じ止められて周りにできた道だけに二番目アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花いかれた男に打ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせにめでられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げた。そんなアリスは国のちょこいびつな夢に飛びつかれて口よくかなたにおびえたかな国を頂点に君臨する森の道をたどったりまだぼきの下でお茶会お城からの状態上ははっあっとのトランプ。四番目アリスは双子の子好奇心から不思議の国いろんな扉をくぐり抜けてつい先やってきたばかり気の強い姉と賢い弟一番アリスに近かったけど二人の夢は覚めないまま不思議の国を